バウアー、股関節痛で歩行すら難しい状態。今の段階でどのくらいでというのはお伝えするのはすごく難しい状況。これから普通に歩けるようになって、可動域や力がしっかり入るとか、そういう段階を経た後で野球の活動になると十分に動けていない現状を説明した。2ヶ月はかかるな。決定やね。何から駅バウアーが横浜出て行ったら白状者だって言われそうな風潮出来上がってるよな。攻守で股関節やるとマジアカンやろ。もう今シーズンは無理やろ。サードにいた林がエラーしまくるからバーンと俺が取ると張り切ったら滑って股関節痛めたんよな。後ろを守る野手を信頼できなくなったら辛いわな。バウアーベースボールを目の当たりにして今回以外も守備機会あると張り切りまくってたよな。内野守備が悪いとこうなるのか。年齢で着実に衰えてるのに若い頃と同じようにやろうとしているパターン。バーン仲間を信用しろよ。さすがに守備シーンをしなさスピアセカンドゴロに飛びついたりしとったし、そらえずれこうなるわ。ガチな感じのバウアーはチームで浮いてたよな。 CS をバファーズマイマナガで勝ち抜くつもりやった横浜。 CS は間に合いそうなんかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。